これ誰だ？ハンク！まあまりのミュージックにだって、おい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 お前だよ。ソフトウェアの異常。ナゲット食べよう。ハンク！いやちょっと BGM やめて怖い。いやこんにちはするやん絶対これ。ああほら。たく本当にムカつくハートだぜ。何ボケっとしてるやつ。おい。いやおめえだよ。さあここは本気で追うか。ドーン。パルクール。いやこれ QED きついな。あバカ危ない。スティック入力はすでにしなかったねこれね。おいスキャン、楽だか時間がかかる。いやよし行くべきだろう。早いがリスクが高い。危ない。ほい OK。 ダイレクトだが混み合っている。よっしゃ行こう攻めよう。 OK よっしゃ追い詰めろ。ほっよし。どこ行った。こっちか。なに。で、早いがリスクが高い。早いがリスクが高い道。上振れゲーミング。オッケー。ほっ。こうでこう。うれ。しゃ。逃がさねえぜ。誰誰誰だ。オッケー。ほっでほい。ダイレクトが混み合っている道。オッケー失礼。こっち。え結局ハンク。結局ハンク。いやまあこれはこれはハンク。兄貴お金っす。それはしゃあない。少しでくそ私のせいです。もっと急いでいれば。いや一番急いだよ。一番急いだよそれは。まあ、いやーこれ顔は分かった。見つかるさ。俺一番早く行ったのに。ハンク早いよなマジで。おいこら。まあでもよかった。なんでもない。よくやったって言ってよ。でもハンクよくぞ追いついたよね。本当だよね。あんだけ走ったのに。ジェリコ。あなたたちは。あなたたちは。逃亡者。うん。君と同じだ。俺はジョシュ。サイモンだ。ノースよ。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。ああ俺たちが自由に暮らせる場所。こいつがくれたんだ。生き延びるために隠れる。それが自由だっていうのか。いざ。人間は残忍だ。生き残るには隠れるしかない。安全な場所なんてどこにもないわ。
ここにいることがバレれば殺される。それはそう。アンドロイドについて。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人。他の人は逃亡中に損傷した。みんなジェリコを目指すけれどたどり着けないんだ、残酷な人間たちのせいで。まあまあまあね、途中で捕まるよな。君の気持ちは分かるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。なるほどね。率直な意見。何かが起こるまで待つだけ。そんなのは自由じゃない。いざ。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。変面。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。食料とか大丈夫なのかな。ルーシーに会って、うん、きっと助けてくれる。ルーシー、うん、あんまひどいことできんくないか。そういう心を持ってるお前ならできねえって話だ。人間にしたいけど怒られ、罪になるからってやつはやっぱいるよ。そういう残虐なやつはいる。人間でもアンドロイドも一緒だな。うん。見せて。アンドロイドも自由になったら自由になったら多分一やつ出てくるんだよ。多分。そういうもん。さっき落ちたとき、ああ、怪我したんだ。止めてあげましょう。あ、や、傷口焼くっていう、あれ？おお。あ、そうか、痛みとかないのか。溶接。器用だな。で？え、ブルーブラッド、貴重じゃないの？いいの？もらうか。仕事しねえとな、もらった分は。え、これ待って、できないってできんのかな、これ。できねえわ。手を出して。出します。この人のこの壊れかけ描写すごいな。すべて持ち。うん。すべて失い。うん。その後ひどい地獄を見てきた。うんうん。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。丸投げされちゃった。これが主人公ってやつですか。主人公ばかり辛い目に遭っていると思いがちだが、実のところ辛い目に遭いまくっているから物語の主人公として成り立つ説を僕は推したい。とりあえず部品奪ってこようぜ。まずは修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。うむ。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。そう。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。さあ。無謀にも程があるだろう。かもな。でも何もしないよりはマシだろう。さあ。やりましょう。試す価値はある。ノースの評価これでプラマイゼロだな。わかった。やろう。来たばっかのやつにすぐ流されるじゃん。まあでも変になれる、ね、なれる前にやんねえとな。
て。大丈夫？きっと助けてくれる。あ、そうか、その助けてもらうならここ行けって。やばい、絶対やばいじゃん。絶対魔女とかいるもん。着いたわ。大丈夫？絶対やばいよ。でもよく逃げてこれたね、ここまで。やるか。アリスに銃渡しとくか。実際アリス AM いいからね。心臓一発で撃ち抜く AM あるから、あの子。先に言っておくが、うん、少々痛むぞ。はい。あ、ブスー。結構ペンチみたいな。怖ー。知らんが、ね、何があるかみたいな。トラッカーは変異体になると機能しなくなるよ。あ、だから見つけづらい。そういうことか。つまりトラッカーを取り除く必要なんてない。え、でもさっき。ああ、はい、確定確定。脱出方法。疑うということを知らん。一番近いのはこいつ。変異体はあれを燃やして爆発する。無知なやつばかりだ。お前らはみな俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて嫌。やめて。さあ、どう脱出する。ガキがいたんだったな。来てもらってよかった。忘れてた。ああ、おい、この子どうすつもりだ。そいつは後だ。アリス、アリス、いや。なんかない、なんかないか。母親ごっこをする変異体か。なんかない。そりゃ感動ものだな。まだアクションできないか。おい、どこ触ってんだバカ。え、ちょっと悲しそうな顔してる。から解放してやろう。待って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 。なんか、え、なんかできるでしょ、これ。なんかできるでしょ。なあ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 。おお、これ蹴飛ばしてあいつのスネを。何これ、 1% 始まった。よし、蹴飛ばせねえのこのおっさん。夢ってやつは厄介だ。確かに深いな。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直、うん、記憶も感情もない方がマシってやつさ。お前にどんな過去があったんだよ。苦しみもない、希望が裏切られることもない。俺は常に諦めない。羨ましいくらいさ。カーラ。おふああ、かわいそうなアリス。メモリーの破損検知。うん。ママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。すっかり忘れちゃったみたいだな。忘れちゃったみたいだな。どうしたの？これまだ忘れてないだろ。15% だろ。こっちに来い。お、いいぞ。おい！噛みやがったな。いい度胸してんな。それじゃあ、たっぷりお仕置きをしてやらんとな。さあ、こいつ、どう分からす？ちょ、カーラ、カーラ、カーラ、気合入れろ。ガラ一本ルート。リビングに来るんだ。え？命令されたけど。え、もう記憶ないの？え？いや、そうだよな。脱出。だ、やっぱこれだろ？やっぱこれだろ？とりあえず、とりあえずこれ。で！意味なしと。で、これをで意味なしと。サーキットショートさせる。なるほど。ってなるとやば、ちょっと焦るな。でも近くでできることなんかあるか。青いケーブル。これ掴んで。で、引っ張って。え？え、ちょ、バカ。え、嘘でしょ？失敗したのこれ。え？できたの？失敗した？もう縦上に入力合ってるかどうかわからんのよ。
何？はあ？もうもう緑のパイプだったっぽいっすね。そうか、そういうことか。色で見ろってことか。うーわ、なるほど。と、なんかないかな、なんかないかな。ここ？いた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 。オッケー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 。アリス、コーラ。よかった。でよ、でよ。まだ覚えてるの。でよ。忘れるわけない。本当にごめんね。こんなとこ来るべきじゃなかった。よし、火つけるべ、屋敷に。行きましょう。あの実験隊たち逃がしてやれるかな。さあ、ちらっ。ルーサー。早くね、あんだ。お呼びですか。こいつは終わりだ。ガキを連れてこい。はい、ご主人様。なんだ、子供が消えました。見つけるの早くない？なんか急ぎましょう、奴らが来る。早くない？ここ廊下通んのまずいよな。煙が充満してやる。で、これショットガン。ルーサー、え、取れないの？弾ないけど持っていこう。ルーサー、あのクズ野郎ども。マジ？行こう行こう行こう、急げ急げ急げ。うわー怖い。だからショットガン持っていこうって言ったじゃん。こっち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 、右右右右右右、こっちこっち、急げ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 。あ、近く？意味ある？それ開いてるから。よっしゃ。でよ、でよ。あーちゃ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 ー。で、これで。いて、アリス。早く行って行って行って。一緒に行くの？行くの。急いで逃げるのよ。どうにかなりますかね、これ。言っただろう。夢ってやつは厄介だった。ショットガン持っていかんからさ。時間もうちょっとあったべ、俺。何してんだ、早くそこをどけ。いいえ、どきません。かっけえ。さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやる。ああああ。おい、何しやがんだ。ああ、トイストーリーだ。え、ちょちょ、なんでここに。ラスアスみたいな。ラスアスだった。こっちに来る。おい、やめろ。いいぞ。従え、俺はお前のご主人様だぞ。ペチペチ。結構簡単に死んだな。あいつらはどうすんだろう。よかった、逃げれた。かっけえ、こいつめっちゃ迅速に逃げれた。家燃やしてよかった。あー、よかった。しんど。あ、でもショットガンなんか見た目違うな。本当にすまなかった。いや、もう助けてくれたもん、お前。文句ねえよ。あいつの言いなりだったんだ。その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。やっと目が覚めたんだよ。なんていいやつなんだ、男で。そんなことをした後じゃ信用できないだろうが。いやいやいや、国境越えを助けてくれる人を知って本当に？それは本当に？俺それは信じれるかちょっと分かんねえわ。俺がお前とその子を守ってやる。分かった。でも信じや、今助けてくれたから。信じるわ。今助けてくれたから。家燃やさなくてよかったのかな、これ。家燃やさなくてもよかったかもしれないね。よかった。
これ燃やさなかったらなんかここいろいろ使えたかもしんねえな。ちょっともったいないことしたね。あーよかったー。初期化チャレンジ失敗したときはどうなるかと思った。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録高評価よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。